皆さんこんにちは。ディフュージョンラボチャンネルの中の人です。オートマチックイレブンイレブンのバージョンが 1.5 に上がり、次世代モデルの SDXL1.0 がセーフテンサーズ形式のまま利用可能になりました。いつも通りじっとクローンしていきたいのですが、個人的に少し気になっていたことを先に解決します。古いデバイスを利用していたままだったので、画像生成用のパソコンはまだ Windows 10だったのですが、 Windows 10と11では生成速度にどれくらいの差があるのでしょうか。早速11にアップグレードし、同じ条件で画像を生成して比べてみたのですが、適当なサイズだと1割程度 Windows 11の方が早く生成しました。タイルを使うような大きなサイズではあまり差は出ないようです。利用しているグラフィックボードもドライバも全く同じなのですが、より効率よくハードウェアを動かすことができるようです。インストールした WebUI の環境にも全く影響はありませんでしたので、 OS の更新を躊躇されている方々は画像生成環境のためにも思い切って更新してみましょう。さて11の環境になりましたので、ついでにタワーシェルの更新も行っておきます。現在の最新バージョンは 7.3.6 となります。概要欄よりこちらのアーカイブをダウンロードしインストールしておきます。インストールが終わるとスタートメニューにタワーシェル7という項目が表示されますので、右クリックし管理者として実行を押します。あとはいつも通り WebUI をインストールしたいフォルダを生成、生成したフォルダに CD します。新しいパワーシェルでは移動先の候補フォルダがキーボード入力中に表示されたり、過去にパワーシェルで行ったコマンド履歴が自動保管されるなど、ちょっと便利な機能が追加されています。慣れてくるとエクスプローラーで操作するよりも早い作業もあったりするので、この機会にいろいろと使ってみましょう。移動したフォルダでジットクローンを行い WebUI を準備します。またSDXL 用のモデルは概要欄よりダウンロード、下記のフォルダにあらかじめコピーしておきます。以前の動画で解説させていただきましたように、別のフォルダにモデルやローラを準備していて、シンボリックリンクを貼る場合の手順について、ひとまずリンクを貼りたい標準配置のフォルダを適当にリネームしておきます。このようなコマンドでフォルダの名前を変えることができます。シンボリックリンクを生成するためのコマンドはタワーシェルから直接利用できませんので、管理者権限で起動しているタワーシェルにて下記のコマンドで実現できます。次に WebUI のフォルダに移動し、このようなコマンドを入力します。こちらはメモ帳で該当フォルダを開くというコマンドです。いつも通り起動パラメーターを追記し保存しておきます。SDXL 環境ではこのようなパラメーターが推奨されています。タワーシェルに戻り下記のコマンドで起動します。 WebUI の画面が起動すると完了です。モデルに入手した SDXL ベースを選択、画像サイズを 1024×1024 にしてジェネレートを押します。先日投稿の方でお伝えしていた拡張機能版では生成時間が3分程度かかっていましたが、正式版では割と早く生成できる模様です。サンプラーは SDE 系を選択してください。それ以外だと不都合が出たりするようです。またハイレゾやタイルド VAE なども問題なく併用可能でした。リファイナーにはまだ完全対応していませんので、一度生成した画像をイメージ2イメージに送り、リファイナーモデルを指定、でノイズを 0.2 程度に、生成した画像サイズを変えずにジェネレートするという手順を取るか、 SDXL が稼働する専用の拡張機能を準備しリファイナーの機能だけ利用するか、現時点ではどちらかとなります。今回は以上となります。このような動画を上げておいて述べる意見ではないのですが、個人的には SDXL 環境がメインストリームに昇格するにはもうしばらく時間がかかりそうだと思っています。旧環境では初期のモデルから派生したユーザーメイドのモデルやローラが使
テーブルディフュージョンの人気を爆発的に後押ししていきましたが、SDXL 環境が要求しているグラフィックボードの性能が非常に高く、そのモデル、ローラの作り手の絶対数がまだまだ少ないことが理由に挙げられます。VRAM8GB クラスでも学習できるローラと情報も出てきていますので、ミドルスペックのハードウェア環境への最適化が今後進んでいくことで、SDXL 環境が少しずつ浸透していくのではないかと考えています。今後も新しいニュースや加工テクニックについてこちらでご紹介させていただきます。また最近ではコミュニティ投稿の方でも最新の情報をお伝えすることが増えてきましたので、まだの方はぜひチャンネル登録と通知設定をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。